企画作家さんと二人三脚をちゃんとやりきるっていうこと、結構愚直な分析力みたいなところは必要なんじゃないかなと思います。こんにちは、エンタメ就活チャンネルの和田です。このチャンネルはエンタメ業界に就職したい学生に向けて有意義な情報をお届けするチャンネルです。今回も前回に引き続き空島からミキさんと桜井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。最後4本目ということで、ヒット作品を作るためにこちらについて深くお話を聞いていこうと思うんですけど、ズバリヒット作品を作るために必要な力は何と思いますか、ミキさん。まずヒット作品作りたいっていう気持ちは大事ですと。まあちょっとそれ冗談として、まあ大前提としてはマーケット分析をしっかりやるっていうこと、あとはそれを踏まえてちゃんと面白いというものを分かっている企画作家さんと二人三脚をちゃんとやりきるっていうことのこの2つかなと思いますかね、うん、二人三脚をやりきる、はい、具体的に言うと、うん、まあ、やっぱ我々編集者なんで、何かこう上がってきたものを整えたりするっていうのは結構得意な人が集まってるけど、やっぱりこう面白いアイディアをパッとこう生み出す力って、やっぱそれは作家さんが秀でてるのかなと思ってるんですよ。なので我々がちゃんと Webtoon ので当たってるものってこういうのだよねっていうマーケットの分析をちゃんとしますと。そうだからあなたたちはこの上に100倍200倍にしてくれるおもろいアイディアをくれよと、そういう二人三脚をしっかりやるってことが Webtoon のヒットを作る上ではめちゃくちゃ大事なのかなっていうふうに考えてますね。ありがとうございます。さくらさんいかがですか。基本同じなんですけど、あえて自分の言葉に変えるとシンプルに分析力じゃないかなって思ってて、まあ前提として編集者によって得意不得意な分野って違うと思うんですよ。僕はどっちかというともうゴリゴリに分析をして、そのデータに基づいてやりたいっていうタイプの編集者なので、なんで売れてるんだっけとか、じゃあ売れてる作品はどこが一番のフックになってるんだっけとか、読者を掴んでるんだっけみたいな、もうかなり僕は細かく分析をしていくタイプなので、まずそれが必要だとは思ってますと。ただ必要以上にやる必要はないと思うんですけど、で Webtoon の現状だけ見るとそのまだまだマーケットインが強い段階にあるんじゃないかなっていうのを感じていて、じゃあ例えば、まあ、ピッコマさんとかでめちゃめちゃ奇抜な作品が1位ドーンと取るかっていうと、まだそんな感じではない。今っていうところにフォーカスで言うと、結構愚直な分析力みたいなところは必要なんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まあお二人とも分析、まあ、これやるためにやっぱ最初いっぱい作品を見るっていうことが、ね、想像しないと分析力は見つかないのかなと思うんですけど、結構勉強会とかもしてるっておっしゃってましたけど、じゃあ具体的にどのくらい読んだり見たりしてますか。僕ちょっと最近触り読みでしてでも週に5、6作ぐらいじゃないとかを読んで、あとは日々こうランキングチェックして、ああこれこのぐらいかみたいなっていうぐらいですね。だ桜井さんと比べると僕は恥ずかしいぐらいしか読んでないと思う。ぶっちゃけどのくらい読んでるんですか。ぶっちゃけ今は編集長としてのタスクが結構あったりするんで、うん、まあ、言うて週5から10ですけど、入った時はマジ週に 2,30 読んでました。あマジでそれ毎日やってました。うん、すごい。でやんないと Webtoon なきみたいな感じの状態だったので、うん、読んでないのに分かんないって言ってるのは恥ずいなと思ってめちゃくちゃ読んでました。あ素晴らしいですね。あの時のギラギラはあんまりなくなってきちゃったか俺も移籍したばっかりの頃すごい読んでたけど、うん、最近やっぱちょっと落ちてきちゃってる。ちょっとギア入れ替えましょう。そう、俺らで。それは最初の数話じゃなくて全部読み切るんですか。いや、ここは選択と集中だと思ってて、うん、めっちゃ参考になるやんって思えるタイプのやつもあれば、そうじゃないやつもあるんですよ。うん、最初のうちはそれって正直そんな分かんないんで、大体20話ぐらいまでをずっと読むんですけど、それ一定ちょっと感覚値つかめてきたなってなったら、まず3話読む。3話読んで、この話は離脱しないなとか、その無料話がちゃんと面白くなってるなって思えれば課金話に入ります。で10話20話までって感じですかね。10話でおもろくないって思ったらそこでみんなやめるし、20話までいけたらこれめっちゃおもろいわって自分の中ではそういう判断になるんで、参考にできる箇所がたくさんあるんじゃねっていう認識ですかね。ミキさんどういう読み方してますか。まあ、でも僕はもう少しシビアで1話で結構もう読んでやめるのとか多くて、オリジナリティとかなさそうだなとか、はい、あとは自分がシンプルにちょっともうこれ耐えられないわみたいな時もあるんで、そういう時は1話で切っちゃ
でも大体3話ぐらいまではなるべく読むようにしてって感じですかね、うん、やっぱ3話までってめちゃくちゃ大事ですよね。そうっすね。最初の3話の無料話でこの先を読むか結構お金をかける価値があるのかってね、うん、一番多分重視するポイントだし、うん、最初どういう話ってつかんないの私も結構最初は、うん、いやそうっすね。その3話の無料話の時点で、うん、その作品全体通しての面白さとか謎みたいなのを提示できてるかとか、うん、とこう主人公の行動原理なんだっけってところが伝わってるかとか、なんかそれがまず前提としてあって、かつもう直感的におもろってなるかなんないかみたいなのは結構見てるかもなって感じですか、ね、その直感的におもろってセンスは結構最初に1回から磨かれましたか。どうですか、どうですか、どうだろう、これなんか俺多分センサーの感度上がったと思う。あ、すごい。その、まあ、ことピッコマさんとかだとものすごい作品新しく入ってくるじゃないですか、うん、だからやっぱ当たる作品と淘汰される作品がそれぞれあるわけで、うん、めちゃくちゃプッシュされてる作品で、うん、まあ、読んでみて、いやほんまにこれいけるのかなみたいなやつは場合によってはそんな伸びてなかったり、まあ、もちろん逆もしかりですけどね、絶対当たるっしょと思ったやつが、うん、伸びてなくて、マーケットインしすぎたのかなみたいな仮説を立てたりとか、感度は上がってきてるけど、とはいえエンタメって何が当たるかぶっちゃけマジで分かんないんで、限度があるって感じですかね。ちょっともう感度上げてきます。大変でしょう、お互い、はい、でもこんだけ読んでもなかなかその感度がね、これだっていう感覚にはなかなかなれないので、今からね学生の皆さんすごいたくさん作品を読んでウェブテンしていくことが大事かなとまず感じました。で最後に学生のアドバイス、何でもいいのでお二人一つずついただけますか。縦漫画ウェブテンを作りたいって人って正直いないのかなと思ってて、なんだ明確にこれがやりたいです目的を持って就活している人ってまだ少ないかなと思ってますと。その時に、じゃあなぜ縦読み漫画 Webtoon を目指すといいよっていうことを言えるのかというと、まず進行ジャムだからめちゃくちゃこっから世界に取ってやるんやという熱いモチベーションのもと働きますと。なので、もしもこの熱いモチベーションに共感してくれる人がいたら、ぜひ応募してください。ありがとうございます。桜さんもお願いします。はい、まあ、ちょっとミキさんのに被る部分もあるんですけど、Webtoon だと最初から多分できるんじゃないかなと思っていて、編集者やるってなると例えば下積みがあったりとか配属リスク、まあちょっとガチャ要素があったりっていうのはあると思うんですけど、まあ、少なくともうちだったら初手編集者って気がすると。で編集者のおもろいところなんやねんと、あなたが一番最初の原稿の読者ですと、こんなに遅い仕事ないと思いますと、やりましょう待ってます。ありがとうございます。お二人から熱い言葉をいただき、今この4本通して Webtoon ってなんだろうって学生よかったと思うんですけど、すごいこう二人の話も聞いて楽しそうだなって改めて思いました。そういう学生も多いんじゃないかなと思います。ぜひそらジマ編集者インターンを募集しておりますので、そちらもご確認ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと宣伝の方お願いしてもいいですか。はい、私も担当している余命3ヶ月のサレオットというウェブトゥーンがあります。今だいたい20数話ぐらい公開になってまして、現在シーモアさんで読みますので皆さんぜひお読みください。余命3ヶ月の夫が妻に不倫されてめちゃくちゃ辛い目に遭うっていう、もうしんどい話です。だけどその妻の方がマジでヘイトクイーンで、もうこんな胸くそ悪い女おるんかというぐらいえぐみの満載のシナリオが魅力になっているので、皆さんぜひお読みいただけると嬉しいです。お願いします。じゃあ桜さんもお願いしていいですか。はい、僕の担当作のコピースキルの最強魔導士っていう作品がございまして、現在複数プラットフォームさんで公開してます。ピッコマさんはじめ LINE 漫画さん、シーモアさん、漫画版さん、俳句さん、結構さいろんなプラットフォームで読めるので、ぜひご覧いただければなと思います。作品の展開としてはめちゃくちゃエリートだった魔導士若きアルフレッド君が初手ボコボコにされて、魔導士団を追放されの、そこからもう一気に成り上がるっていう、いわゆる成り上がり系のストーリーになってます。アルフレッドめっちゃ可愛いんでマジで見てください。もう一個
ありまして、おあのそのコピースキルの最強魔導士っていうのに加えて、うん、あの今ピッコマさんで独占連載中の、史上最強の竜王を継ぐ者って作品も、編集を担当させていただいてますと。でこっちの作品に関しては、コピースキルと若干違うのが、ミキさん見たことあると思うんですけど、ここにチビドラがいますと、はい、ちっちゃいドラゴンがいて、はい、竜の力を受け継いでっていうその無双のギミックがドラゴンっていうパターンの作品もやってますと。まあ、こちらは分かりやすいその成り上がり系っていうところで、まあ、主人公の上白くんが最強になっていく様をぜひ楽しんでいただければなと思う次第でございます。ありがとうございました。皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。